その容姿とは裏腹なヒールファイトで女子プロレス界に独自のステータスを築き上げてきた魔性の女尾崎真由美が、この日自ら興行をプロデュースするオズアカデミー旗揚げ戦である。あいにくの天気にもかかわらず、会場はあっという間にオズ信者で埋め尽くされた。オズアカデミーとは、尾崎と尾崎のアナーキズムに賛同する若手レスラー3人で結成された、いわば団体の枠を超えたユニットプロジェクトである。初の主催興行、さすがの尾崎もやや緊張気味に会場へ。やることいっぱいあるんだから。あそこちゃんもびしょびしょ。いいでしょ。でも結構リング作りするな。何年ぶり、もう何年ぶり、うん、いや紐しか結んでないけどさ。結成から2年、いよいよこの日一つの答えが出される。オズアカデミーはこの尾崎の突然のガイアマット訪問で幕を開けた。何の前触れもなく、大胆にも大将長代千草の目の前でその秘蔵っ子を公然と引き抜いたのである。まさとは頼んだんだけど、あのもお前と組みたいというし、尾崎真由美についてくるか。傍若無人なこの尾崎の行動は、その後ガイアジャパンのマットを大きく揺るがす激震となって、瞬く間にリングをパニックへと陥れることとなる。この10日後にはシュガー佐藤に続き、今度は長島千佳代が謀反を起こす。タッグパートナーである先輩カオルの背後に突然襲いかかったのである。尾崎とタッグを組んだ佐藤は別人のようなファイトを見せ、先輩からフォール。ついにオズアカデミー結成ののろしが上げられた。尾崎の下で自由奔放に暴れ回る3人、目に見えない鎖から解き放たれた狼たちは長代千草にさえ臆することなく噛みついた。彼女たちの中で何かが変わった。まだそんなに楽しいって思ったことは 1,2 回しかないんですけど、でもガイアにいた時よりは楽しんで試合ができるようになった。ガイアを裏切ってよかったなって思います。はい、技とかそういうのじゃなくて、すごい気持ちの面でそういうのって、自分はオズアカデミーですごいそういうので気持ちの面で成長したと思ってるんで、やっぱりオズアカデミーがなかったら今の自分はいないと思うんで、すごく感謝もしてるんで、これからもっと大きくしていきたいと思います。尾崎真由美。オズの勢いはとどまるところを知らず、特にその猛威はガイアジャパンのマットを中心に繰り広げられた。オザキ対長代のシングルマッチ、オズ対ガイアのトップ対決は、図らずもオザキのアナーキズムを再認識する舞台となった。Yeah!
この瞬間、オズアカデミーは単なるユニットの息を脱した確固たる巨大勢力へと姿を変えていった。98年に入り、尾崎は長年所属していた JWP を退団し、正式にフリーとなる。主戦場はもちろんガイアジャパンだ。長屋を中心とするガイア体制を崩すべく、オズの4人は激しく戦い続ける。そして目に見える結果も伴ってきた。佐藤と長島は里村加藤組の持つ 3AW タッグ王座に挑戦。ガイア旗揚げ以来、同期でありながら常に後陣を排してきたエリートタッグの首を狙う。一進一退の攻防。しかし勝敗は非常にも紙一重の差で決する。オズタイトル奪取。勝負を決めたのはおそらく二人の中に宿るオズの信念が、一瞬のチャンスを逃さない心の強さとなって現れた結果に違いなかった。彼女たちをかくも強くしたオズの信念とは何なのか。98年6月21日、この川崎の地でその答えが明かされる。